こんばんは、竹下敦です。私のね、YouTube チャンネルをご覧の方からご質問を受けまして、タイトルにプラグレスと入っているんですが、プラグレスとは何ですかと、質問を受けました。これプラグレスっていうのはね、アンプラグド、と同じ意味です。それは何を指し示すかというとですね、要するにこういうエレキギターのね、プラグがあるじゃないですか。プラグが、プラグを使ってないよっていう意味です。で、最初ね、自分の、ギターをね、こういう、クラシックギターでね、弾きながら歌っている時に、アンプラウド使ってたんですけど、家内から指摘を受けまして、アンプラウドっていう言葉はね、 MTV さんのね、登録商標なんですね、これ。なので訴えられる可能性があると指摘を受けまして、で、うちの家内は弁護士事務所に勤めてた時期が長かったので、そういった法律関係のことに関してはね、まあそれなりに詳しいわけです。で、実際にそういった事例があるから指摘をしたのであって、ちょっとこれはまずいなと思いまして、そこでね、プラグレスという、言葉を使うようになりました。なので、意味としては、プラグを使っていない、これでプラグレスという、意味です。言葉を使いました。まあ大きな意味ではアコースティックですね。あんまりかっこ悪いんで言いたくないですけど、アコースティック、アコースティックで、実際はマイクを通しちゃってるんで、本当の意味でのプラグレスかっていうとそうではないんですけど、まあ、このご時世ね、コロナウイルスでなかなか、お客様はね、目の前にして演奏ができない時に、まあ、そのインターネットでの配信というのはね、非常に重要な意味を持っております。なので、今回のお話はね、プラグレス、プラグレスというのはアコースティックという意味です。大きく分ければプラグを使っていない、プラグレス、そういう意味です。もうね、何度も何度もやり直しをして、楽しみにしてくださってる、ね、方にはご迷惑をおかけしましたが、まあ成長過程はね、皆さんで見守ってると思っていただければ、私のね、失敗も楽しめるんじゃないかと思います。それではね、また失敗を繰り返しながら日々成長していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは竹下敦史でした。またお会いしましょう。